放送を見、7月の20日そして21日に、皆さんの前でライブすることになりました。ようやく皆さんの前でライブができるというところで、僕も以前、台湾を訪れた時に、次は必ずライブで皆さんの前でパフォーマンスをお届けしたいというふうに思っていた日から、数年が経ちましたけど、ようやくこういう形で実現することができました。なので皆さんと本当にこう2日間という短い時間にはなりますけど、大切な特別な時間を一緒に過ごせたらなと思いますので、ぜひ皆さん楽しみに待っててください。ウォーメン台北ジェン。